飛べ再始動、平野市洋と神宮寺雄太が歩む未来、ジャニーズ脱退組の挑戦。ジャニーズ事務所からの脱退と飛べへの再出発昨年10月末、ジャニーズ事務所を電撃退社し、エンターテインメント会社、飛べ、を立ち上げた滝沢秀明氏。 その影響で、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺雄太が戸部に合流し、エンターテインメント業界に新たな波紋を広げている。7月7日の YouTube 生配信での発表は瞬く間に話題となり、その後の活動も注目を集めている。現状と戸部の挑戦戸部の再始動には期待が寄せられる中、脱退組のキンプリメンバーたちは新たな道を模索している。 長瀬角と高橋山は、ジャニーズ事務所に残り、金プリの看板を守る一方で、平野紫耀、神宮寺勇太、岸裕太の3人は戸辺への合流を果たし、新たな地平を切り開こうとしている。新しい地図から学ぶ戸部に合流した3人の動きを見ていると、かつてのスマップメンバーで構成される、新しい地図を思い起こす。スマップ解散後、稲垣五郎、草号。 香取慎吾は共同で新たな活動を開始し、一緒に番組に出演するなどして新たな地図を描いてきた。しかし、その歩みは順風満つるとは言い難く、テレビ局との関係にも様々な課題が立ちはだかった。テレビ業界の厳しい現実新しい地図の例を踏まえつつ、戸レの平野仕様と神宮寺優太が、 テレビ業界でどのように受け入れられるかについて考えてみよう。新しい地図がジャニーズ事務所とテレビ局の関係で苦しんだことは事実だ。19年にはジャニーズ事務所が局に圧力をかけ、3人の出演を阻止する可能性があるとして、厚生取引委員会が注意したこともあった。 平野氏シと神宮寺勇太のテレビ露出に不透明感平野氏シと神宮寺勇太が飛べで再始動したことで彼らのテレビ露出には不透明感が漂っている。ジャニーズ事務所出身者が新たなプロジェクトに挑戦する際、テレビ業界との調整が難しくなることは過去の例から考えても容易に想像できる。一方で、 トベが新しい地図同様に海外進出を視野に入れているという情報も浮上しており、国内にとどまらないグローバルな展開が期待されている。海外進出の可能性と現実的な課題トベが国内外で成功を収めるためには、海外エージェントとの強いパイプや、世界で通用するエンターテインメントスキルが必要だ。 しかし、現時点でそれがどれだけ整備されているかは不透明だ。ジャニーズ事務所を離れた3人が、単独で海外で戦えるスキルを身につけているかどうかが鍵となる。戸部再始動の未来、戸部で再始動した平野氏要と神宮寺勇太の未来は不透明ながらも期待されている。テレビ業界との調整が難しい状況ではあるが、 トレのグローバル展開や新しいエンターテインメントスキルの開発に成功すれば、彼らは国内外で新たな成功を収めることができるだろう。ジャニーズ事務所からの独立がもたらす挑戦と可能性、その先に広がる道の領域が、平野市耀と神宮寺雄太の未来を彩るだろう。神宮